こんにちは、アンディです。今回は関裕二さんですね。はい、来ました。蘇我氏の正体ですね。はい、今までの物の部氏の系譜だったりとか、藤原氏の正体、それから畑氏の正体とか、そういったあらゆるね、古代史の中の謎にね、メスを入れてきた関裕二さんの本の中で、ついにね、蘇我氏に手が届いたという感じで、紹介してみたいと思います。もちろん、結論まではね、皆までは言いませんので、ぜひ興味のある方は読んでいただきたいと思うんですけども、キーワードはですね、竹之内の宿根です。蘇我氏の一番その最初に出てきた祖と言われているものは竹之内の宿根で、その人が一体どういう関係性を持って、で他の人とつながっているのかっていう話なんですけど、実は天皇家の系譜とかなり奥が深い関係にあります。でさらに言うと、日本書紀とか古事記にある独特な書き方、例えば、関裕二さんがおっしゃってるのは、神武天皇と応神天皇はエピソードを比較するとどうも同一人物だった可能性がある。そうすると応神天皇って15代目の天皇なんですけど、その神武天皇っていうものの初代の神武天皇ね、初代の神武天皇と15代目の応神天皇が同じ人物だとするならば、一番最初の天皇家の始まり開祖っていうのは応神天皇ではないのかっていう。でそうするとこの応神天皇を生んだ秦剛皇后っていうのがいて、その秦剛皇后の旦那さんが、中愛天皇っていうのがいるんですけど、この中愛天皇も実は創作された本当はいなかった人物なんじゃないかって言われていて、でそういったことをひっくるめていくと、竹之内の宿根と天皇家のつながりから考えて、蘇我氏っていうのは実はこういう人物、こういう系譜、蘇我氏というものと天皇家の関係はこうだったんじゃないかみたいな、だからこそ蘇我氏というものが日本書紀から消された。で日本書紀とか古事記っていうのを編纂した時に実力者だったのは藤原不比等で、その中富の鎌足りから始まる藤原氏の系譜っていうのを、要は正当性を持って残すために藤原不比等が力を使って編纂に手を加えた。でそれで歴史が改ざんされていったんだけど、その歴史改ざんの過程で蘇我氏というものの存在は消されるわけですよね。要は蘇我の馬子っていうのは聖徳太子の片腕として活躍してましたけど、蘇我のイルカっていうのが中大兄皇子と中富の鎌足によって大化の改新の時に首をはねられて殺されてるわけですよ。でその蘇我氏の、無念っていうものと、その蘇我氏がそこで消されてしまったということの原因は藤原の不比等にある。そしてその藤原の不比等がなぜ蘇我氏をそこまでして歴史から抹消したかったのかっていう理由がこの中に書き込まれているわけですよね。なのでこの前回の藤原氏の正体とか、それこそ畑氏の正体と一緒で、要するに蘇我氏の正体ってものを知っていくと、藤原氏が何を恐れていたのかっていうのがね、如実に分かってきて、古代史の中にね、秘められた改ざんの裏にあった本当の歴史っていうのが見えてきますので、ぜひね関裕二さんの本何冊か読まれてみてください。これいろいろ読んでいくとね、全部つながってって、その一枚のね真実の古代史っていうのが見えてきますので、ものすごく面白いです。でさらに関裕二さんの本山ほどあるので、まだ全然読めてないんですよ。まだ10冊20冊ぐらい残ってるのがあるので、これをね折に触れて、ご紹介できたらと思ってます。なので今回関裕二さんのついに来ました蘇我氏の正体ってことをご紹介してみました。何かの参考になれば幸いです。古代史が好きな方にはね、本当に楽しんでいただける本かと思いますので、ぜひ読んでみてください。今回もご視聴ありがとうございました。こんにちは、アンディです。この動画もご覧いただきありがとうございます。私が本好きなので、好きなタイミングで好きな本をですね、読みながら、その一部をね、かいつまんで解説をしていくチャンネルになっております。本が好きな方、いろんな情報に触れたい方は、ぜひチャンネル登録をお願いできたらと思います。それでは、今後ともよろしくお願いいたします。